谷選手の試合前インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。現在の心境はいかがでしょうか？うん、バッチリです。減量やコンディションも問題ないですか？そうですね、はい。今回は、キックボクシングでの試合ということですけれども、どんな、環境で練習してきたかなと教えていただける範囲で教えていただけますか？どんな環境で、大石ジムっていうジムに行って、大崎兄弟にボコボコされました。ありがとうございます。と、対戦相手の印象を改めて教えていただけますか？ラリキンポンコツっていうあだ名をつけてくれた人。いつもと違うキックボクシングでルールでの試合ということで、その対策というのは何か具体的に考えられて挑みますか？まあ、僕の持ち味のパワーを出せるように、それをキックにアジャストした動きをしていこうかなと思います。ご自身でどんな試合展開になると予想していますか？どういう展開、バチバチになるとは思うんですね。打ち合うんで僕がしっかり。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいましたら、媒体名とお名前とご質問お願いします。それでは、フジテレビ鈴木アナお願いします。当日実況担当します、フジテレビの鈴木と申します。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、キックボクシングクラッシュに出ましたけれども、はい、今回で何試合目ですか？今回キックボクシングは2回目です、2試合目ですね。ちょっと外人がおっしゃるに、1勝4引き分けっていう表示があって、4引き分けってすごいですね。すげえ、すげえやつ、逆に天才ですもん。引き分けを作り出せる。じゃあ2戦目でいいですね。はい、はい、ありがとうございます。それとですね、OC ジムはどういった経緯で行こうと思ったんですか？あ、もう昔から、OC ジムの、大石俊介とは仲が良くて、よく遊ぶ仲間だったんで、まあ、それにちょっとお願いって言ったら、あ、大崎とやりゃいいよって言われて、強かったですね。あ、じゃあメインは基本的には大崎選手で、大崎兄弟と。そうですね。あと、あれ急に名前を忘れちゃったんですね、今。よく、あ、そうそうそう、小川翔、翔っす、翔っす。はい。翔とやってもらいましたね、いっぱい。なるほど。今回はいつぐらいからどのくらいの期間あったんですか？まあ、1ヶ月弱ぐらいですかね、その、大石ジムに行ったのは。おー、なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？はい。では熊久保さん、合格熊久保さんお願いします。はい、合格という熊久保です。よろしくお願いします。ですね、その選手会見の時からと、その相場の SNS でも結構こう挑発を続けられてたじゃないですか。はい、いまいちこう小池選手がそれに乗ってこないんですけど、はい、それはどうでした？拍子抜けしました。ああ、こんなっていう感じしたね。なんかね、いつもあったら来てくれるはずなんですけどね。まあ、相手にされてないってことですかね。それについてはどうですか？いや、まあ、まあいいんじゃないですか。だってキックの選手だし、キックで実績残してるし、僕は MMA の選手だし、まあその考えでいいんじゃないですかね。その方が僕が勝った後盛り上がりますもんね。まあ、クラッシュで、まあ、一勝されてるわけですけど、自分の中でこう自分のこう打撃の実力っていうのはどれくらいのものだと思ってますか、評価されてますか？いやー、MMA の中でってことですか？MMA って、まあ、このキックルールでその打撃をやるとどれくらいのものか。まあ、浩司君には勝てるようなレベルじゃないかなと思ってますね。自信はかなりあるんです、実体では。そうですね。何かその今回その大石ジムでやられてたとかなんですけど、
これもこれまではどのような演技に関しては練習されてたんですか？いやもう結構自分でって感じですね。打撃も MMA も僕は MMA は日置初さんとかとよく一緒にお願いしてやってたりとかやってましたけど。演技は自己流？そうですね。あのそもそも今回この公認戦にこう名乗りを上げたってどういう意味かなと思ったんですか？いや、まあ、まず沖縄で雷神やるのに僕呼ばれてないなと思って、まあ、そこで、まあ、なんかコージ君がそうやって言ってたんで、あ、じゃあっていう感じですかね。コージ選手という選手には興味があったんですか？いや昔 K1 からもそのオファーがあって、僕相手選ばないんで、あ、別にいいですよっていう形で言ったらあっちが断ってきたんで、まあ、興味があるというか僕別に誰でもいいんですよね、試合できれば。なんかコージ選手の技の中でこう気をつけたいものってあるんですか？技なんか、まあ、バッティング、金的、あとはやかりじゃないですかね。やかりって何ですか？いや、なんかやっぱ口が上手いじゃないですか。僕の時なんか全然怖かったんですけどっていうイメージですかね。バッティングは怖いですか？そうですね、僕もバッティングは怖いっすね。あ、だけど身長もあっちの方がちょっとでかいし、僕の方が姿勢低いと思うんで、まあ、バッティングは大丈夫なんじゃないですかね、多分。コージ選手が同じ MMA ファイターの川原選手とやった試合ってのをご覧になりました？あ、はい、見ました見ました。なんかこう参考になるようなことありましたか？てかまず、まあ、昔すごい川原選手は好きなスタイルだったんで見てたんですけど、そんな、なんだろう、もう引退してもう何年経ってんだっていう選手にあんな感じなんだっていう感じで、まあ、参考には別に、まあ、見たんですけど、あの試合では参考っていう形にはなんなかったですかね。ちなみにコーチ選手は、まさに打たれ強さっていうのが、うん、圧倒的な武器だと思うんですが、はい、そのコージ選手を倒す自信はありますか？そうですね、あのフィジカルだと絶対負けないと思うんで、まあ、当たれば倒れるんじゃないですかね。KO 負けを味わったんですか？そうですね、コージ君 KO 負けしたことあるんですか？1回だけあるんです、確か。誰ですか？誰と言われたんですか？1回あるんだ。じゃあ2回目ですね、次で。あこの先っていうのはもう見てますか？この先ですか、まあ、この先は、まあ、大晦日出てって感じで、僕ももうそろそろ年も年だし、ジムの経営とかがすごい忙しいんで、まあもうそろそろ引退かなっていうイメージですけどね、僕の中では。はい、人からっていう。そうですね。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、フジテレビ鈴木アナお願いします。すみません、もう一度お願いします。はい。あのさっき今熊田さんとも話しまったあの一回のダウンというのは北園正代という選手なんですけれども。誰ですか？2011年ですね。2016年。2011年。はい。でそれ以降はですね、あのスタンディングダウンはあっても、あと手を作っているダウンはあっても。完全に倒れるダウンっていうのは決してないんですけれども、うん、ソネ選手が狙う KO というのはどういう形の KO になりますか？まあ一番は失神ですよね、前回の僕みたいな。はい , 笑って失神失神ですか？はい。じゃあもう完全にもうマットに寝かせる。そうですね、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？ご質問追加大丈夫ですか？私からもう一つよろしいですか？はい、今回地元 の, その沖縄で開催されるということで、周りからこう反響だったりっていうものは
あの会見の後からもありましたか。まあそうですね、やっぱまあ沖縄一出身なんで結構友達とかから連絡来たりとかすごいありました。やっぱりその地元で開催される大会で、まあ、自分が勝利を挙げて周りも喜ばせたいという思いがありますか。そうですね、なんか何年、僕が沖縄試合するの何年ぶりなんだろうな。昔 VTJ 出た時から5年6年前ぐらい、5、6年ぶりに沖縄で試合できるんで、まあ久しぶりにやっぱみんなの前で試合できるのは嬉しいですね。ありました、ありがとうございます。はい、他追加のご質問大丈夫でしょうか。それでは曽根選手の試合前インタビュー終了となります。ありがとうございます。ありがとうございます。ヨギボープレゼンツライジン32レイナ VS 山本美優、女子格闘技界のスター世紀の再戦、格闘メジャーステージが11月20日ついに沖縄初上陸。